花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾由郎です。はい、週刊ご無沙汰しております。ですね、今日はね、またね、ぶり返してきましたね、天気がね、非常にな、んか、いや、涼しかったんだけど、今日はね、もう真っ盛りですね。いいですね。ということで、今日は、ゲストいらっしゃらないということでですね、金玉という、ね、感じで、滑舌よく、はい、行きましょう。高橋真子さん、こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。ね、今日はあの、はい、大山空手の T シャツ、はい、ね、あの USA 大山空手ですね。僕はね、あのトレーニングとか朝トレするときにそれを着ると、はいはい、そう、あのもうしっくりいくんですよ。朝トレ、うん、朝トレ何してんの？朝トレ、いや、ちょっと体操。朝練じゃない。朝トレちょっと体操しないとね。あのちょっといろいろ首が回んなくなっちゃう、ね、借金で。ということでね、松下としみさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか、あの暑さの。今日はね、なんか夏バテしそうな感じが、うん、ね、涼しかったり暑かったり ね、うん、ね、台風の後は特にね。そうそう、うんうん、なんかでもあのめまいがするとか言ってなかった、もうなんかね、クラクラきて、もうこの暑さ、あ、そう、熱中症じゃないの？熱中症かな、ね、頭も痛いし、熱中症だね、うんうん、あ、今日ね、あのこれ先日なんですけども、あ、俺忘れた、あの向こうのスタジオに置いてきたんだけど、メロンが届きましたね。ありがとうございます。中尾さん、中尾さん、ありがとうございます。足別メロン。足別メロンだね。足別をね、強調しないと。足別メロン。足別メロンですね。そうそうそう。あ、今ね、山田さんがね、気を利かしてね、一個ちょっと持って、ほらほら、立派なメロンでしょ、これ。どうだ、これどうだ、これ。どうだ、足別メロン。足別メロンが来ましたよ。これ今日朝食べてきた、これ食べてきた、ね、あのね、一番今日あたりがあの食べ頃って書いてありましたね、あの少しちょっと置くといいんだよね。先週ラジオの次の日に届いたと思うんですよね。いただきましたけども、本当にね、あのスタジオにこうやってね、あの篠宮の成金まんじゅうとかね、いろいろ送ってきていただいたりね、あのしていただけるの本当嬉しいよね。なんかね、あの本当に皆様のおかげでですね、この音楽魂成り立っておりますけどね。なんか食べ物よろしくお願いします。そうです、あのメロンとかどうよ。メロン大好き、私メロンだ。メロン食べるのって30年ぶりぐらいかな。メロンとかうなぎとか食べたことないもん俺。10年ぐらいは食べたことないね。そうです、いや本当に食べたことないよ、うん、いやこれちょっと本当にね、楽しみですよ、ね、うん、これなんかね、あのこれ、ありがとうございます。まだ山田さんが、ね、台が来た、細やかなね、この台が来ましたけどね、この足別メロンですね。これ本当にね、ありがとうございます。なあ、中尾さんというと真子さんのお友達、北海道のね、北海道の、うん、そうなんだね、うん、まあいろんな、あ、そうか、お世話になっております。真子さんはお会いしたことあるの？はい、ありますよ。あ、僕はね、うん、あのまだお会いしたことないですね、うん、だから、うん、あのこの番組にもね、出演していただいた吉田石子さんとか、うんうん、あのいろんな方たちを、ね、結構向こうでね、応援していただいたりとかしてね、あのそういうつながりがねできて嬉しいですけどもですね、うん、早速ファックスからちょっとご紹介しましょうか。これ暗いと思ったらね、サングラスして金尾由郎さん、投げ銭 FM オン中ということでね、これは投げ銭 FM というと、まあ、チャーリー佐藤さんになりましょうか。地蔵坂62のお三方、山田さん、キキさん、おはよう、おはつございますということでね、暑い夏が帰ってまいりました。まあ、そういう今日は天気ですね。今日も本当雲一つないようなね、台風一過ということでね、あの素晴らしい天気になりましたけども、
千葉は九十九里の一人旅いかがでしたでしょうかっていうね、ことでね、一人でちょっとブラッと行ってきましたけども。九十九里行ったんですか？いや行ってないんですよ、僕千葉知らなくて、うん、でね横浜に住んでたんで、はい、あの毎年ね、あの娘と一緒に由比ヶ浜に行ってたんですよ、ちっちゃい頃から娘が。はいはい、由比ヶ浜ね結構僕好きで、あのだそのマナドルとかも行ってたんだけど、うん、あの横浜ってずっとまっすぐ行ったら、あの近いよね、あの要するに海がこう見えてくるじゃん、うん、あの大磯から二宮とかこう、ね、あの辺から茅ヶ崎越してね、うん、でこういろんなとこ行ったりとか、まあ、鎌倉の方の海はね、あのいろいろありますけどもですね、湘南とかも行きましたけど、見えてくるんだけどもね、千葉はねいくら行ってもね海が見えてこないのよ千葉でかいよ海まで行くの大変だよ。そうでしょ、もうど どこまで行っても海が、だから電車で行ったから、でブラッとその要するに調べもしないでさ行ったんだけども、でもどこまで行ってもこれ海がないと思って、あの聞いたらさ、あの比較的近い、海の近くで降りたんだけど、そこからまだ40分歩かなきゃいけないのね。歩いて、うん、歩いて行ったよ海、ね、で九十九里ってこう札が立ってたんだけど、どっかで自転車借りて回ったらね、そう車がないと無理だね千葉は。千葉のやっぱりそうなの、うん、かもしれないね、あんまりね、うん、電車ではあんまり行く人いないんだ、うん、もうちょっと先に行くとね、あのあ勝浦とか、まあ、小湊とか、ね、うんうんうん、そういうとこ行くと歩いて、もう目の前が海だけど、うんうん、勝浦まで行くと何、目の前海なの？海見えちゃう、見えますよ。で漁港な、泳ぐところとかあるの？結構あると思うけどな、うん、だから結構サーファーとか集まるようなね、うん、あのちょっと駅で降りて、どこでしたっけあれ、なんか上総一の宮でしょ。そう、ね、言ってたのはね、うん、さ結局ね、なんかね、田んぼの中ずっと歩き回って、ひまわりとお話してさ、それでね、すごかったよ、俺。俺もどうしようかとか思ったけどさ、でもしかもものすごい暑かったの、その時。いや、熱中症気をつけないと。うん、だから、大丈夫かなとか思っちゃいましたけど。まず、まあ、今日最初ですけども、なんか歌いますか。はい、はい。あんまり寝てない。寝てない。寝てないけど、まあ暑くて眠れない、うん、今日がね、ラジオって忘れててね、忘れてた、うっかりしてて、明日はライブだよ、そう忘れないでください、うっかりしてたんだよ、それでちょっと声が荒れてると思いますけど、荒れてる時はね、ちょっとおらんだ方がいいんでね、私の青空でも行きますか、出ましたから、
ということで、金尾由郎私の青空を歌ってみましたけどもですね、はい、松下さんの方には何かファックスは届いてますでしょうか。皆様こんにちは。40度の暑い気温を、あ、来ました、あ、来ました、それ行きますか、あれ行きますか、ええ、皆さんこんにちは、はい、ミキさんです。あ、ミキさん、これは博多のミキさん、はい、40度近い気温を知ってしまったせいか、うん、30度ぐらいだと涼しくさえ感じます。そうですね、うん、体はそういう風に、ねね、そうなっちゃいますよね、なりますよね。昨日は赤とんぼを見かけ、つくつく帽子の鳴き声を今年初めて聞き、ほうほうほう、お盆を感じる博多です。ほうほう、先週の井上智康さん良かったですね。あ、そうそう、先週はね、井上智康さん、吉田拓郎ですね。あんなにマシンガントークだとは思いませんでしたけどうん、うん、今週は金玉、うん、マシンガンどころかピストルでもフェンシングでもなく弓道くらいのゆったーっとした放送を楽しみにしてますね。そういえば2週間前の放送で金尾さんが話題にされたカーネギーホールでライブしたビートルズのコピーバンドって、はい、うん、ザ・フライング・エレファンツですよね。そう、オイラも以前面識がありますが、あそこまでコピーするのもすごいと思います。私事ですが9月に本家ジミーページに認められた方のステージのお手伝いをする予定です。う、うん、誰、うん、知らない、井上さんといい、フライングエレファントといい、うん、日本人の素直に、うん、素直に学び、うん、そうだね、真似び真似び真似をする美ね、真似び、リスペクトする能力っていうのはかなり優秀なんでしょうね。ほうほうほう、まあ金尾さんのように形としては守、うん、守る守、破、うん、破る破、離、うん、離れの離ですね、うん、もう超えてですけど、うん、空まで行っちゃってる人もいますけど、空、うんうん、今日もシュールなズレ漫才を楽しみます、うん、ズレ漫才、うん、リクエスト金尾さん、ウォーキング・オン・ザ・ストリート、だけど何でも OK です、うん、はい、今度前に持ってこられたデビューアルバムの曲も聴かせてください。そうそう、今日持ってこようと思ったんだ。それでそのレコード、うん、レコードだから、まあここではかけられないんだけども、それを CD に落としたのがあったんだ、あ、そしたら大丈夫、ね、いや、それがね、開けたら中身がないのよ、はあ、でどっか行っちゃった。だからそのレコードもう一回 CD に落として今度持ってきますよ、うん、ね、うん、あのだから2枚目っていうか、あの、うん、その某エピックの時のやつっていうのは、まあ、アナログ版だけしかないんだけど、うん、あのそれから何年後かに徳間ジャパンに移ったのね、うん、某、それでその時はあのアナログ版と CD を出したんですよ、うん、両方ね、そうそう、両方出したのね、うん、ちょうど狭間だったので、うん、だその時のね CD あるはずなんだけど俺持ってないのよ。あら、どっか行方不明、うん、そうそう、アナログ版しかないんでね、うん、だからそのアナログ版をその CD に落として、あのそれをまあこう持ってくるで、ここでうまく聞けたらいいけどね、ね、うん、聞けるでしょ、うん、PS 加納さん、なんか起伏の噂も立ってますね。起伏、はい、起伏、福岡に、ね、帰る福岡、うん、起伏だって帰ります、もう決まりましたね、いろいろありまして引っ越す予定なんですけど、うん、10月には落ち着く予定なんで、その時に思いっきり手伝いますけんって書いてます。どこに引っ越すの、ね、うん、あ、福岡かな、うん、同じ、あ、そうでしょうね、そう、どちらでしょうか、福島に引っ越すんじゃないの深川かなんかに引っ越したらいい、連絡をください、そう、あ、本当連絡先をください、福岡はね、もう一応決まりましたから言いましょうかね、11月のね、実は17日、17からカレンダー見て、17日、16日のラジオは終わった日ぐらいから僕は行きますね、17日は土曜日ね、土曜日で、17日は久留米のファンキードッグですね、はい、それは福岡、でやってた昔僕のデビューの頃の当時の連中とかが集結します、17から何日、久留米に、それは17日久留米ファンキードッグ、バンドで、集結してやるということと、18日はね福岡の、ブラリーっていうね、あのライブハウス、ケゴにあります、これはね、ケゴ、うん、それも決まりました、ケゴっていうところがあって、まあ、赤坂門とか、うん、あるんだけど、それがね、18日、それは博多、そこだけですね、はい、で19日はね、あのおふくろのところで歌う、これはもう普通のあれだけど、おふくろの会いに行って、まあ、ちょっとそれ10月だろ、うん、で19上にある、うん、あ、上を見て、で20日がね、実はね19がそのおふくろのところで歌って、11月20日はあの直方行きますよ、
能形のザ・バーでやります。あ、前回もねお世話になりましたけども、この日は僕の誕生日バースデーライブ、うん、おで誕生日は能形で迎えるんですよ、ね、すごいじゃないですか能形で生まれて何十年ぶりか、ね、だから何十年ぶりに能形に帰って、いや俺自分の誕生日忘れてて、うん、でたまたまそのスケジュール見てたら20日に帰る予定だったのにね、で待てよお前誕生日ね向こうに行ってんのにそう帰るっていうことないなと思って能形ずらしてもらって、そのバーでちょっとそこやろうかなと思って、だからその日はねもうちょっと歌ってみんなであのどんちゃん騒ぎやね能形で、うん、そんな感じです。飲んで騒いで懐かしいですけども、そういうね能形予定になっております、うん、ミキさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、引っ越しも大変だろうけどねちょっと落ち着いたらね、うん、いいけど、そうかそうか、うん、ということでですね、いただきましたが、どうして松下さんはなんか、いやいやいや、あのいやいやいや準備、いやいやいや、あの今日は本当にね全く何にもね、決めていませんでしたけど、ね、僕はね博多にこれさやめてほしいんだけど、またそれ音出ないようにして、これさちょっと待って、やめてほしいんだけどって本番中に ねこれじゃあこれ明日の告知しちゃいます、忘れないうち、うん、明日ね南林間ハイダウェイ、お、いいね、行きます土曜日ね、皆さん来てください、はいはい、7時半からね、はい、誠さんと、はい、かなおさんでしょ、私とごぼうさんと、はい、赤井さん、赤井さん、赤井光二郎さん、ベースです。みんな久しぶりになんか久しぶりバンドですね。でよろしくお願いしますね。うん、楽しみです。南林間ハイダウェイ。南林間ハイダウェイ、ね、来てください。明日ですねこれね。はい、7時半から。はい、19日はジョンジョン。これはたけしさんとかなおさん。はい、はい、ジョンジョンね。はい、そうそれから8月3、これは投げ銭ですね、うん、ジョンジョンはね投げ銭、投げ銭じゃないね、投げ銭っていう、銭って言ってない、博多弁、銭って言ってない、うん、投げ銭、8月31日カンティーナ、うん、田崎さんのバースデーかな、うん、ああそれ、うん、これちょっとちょこっとね、うん、ゲストでね、うん、行きますので、バースデーっていうか感謝祭、うん、大感謝祭っていうのね、うん、31でいいんですか、うん、はいはい、そうですね、はい、そんな8月はこんな感じ、そんな感じになっておりますけどもですね、よろしくお願いいたします、それでですね、僕がじゃあそのデビューする前にですね、うん、最初に作った歌を歌いますか、はい、あのこれね原点ですか、20歳ぐらいの頃ですね、僕が作ったんですね、うん、これ僕とねあの博多の秋吉圭介さんっていう、まあ、あのヤマハのプロデューサ ー、はい、やってた方がねちょっと詩を書いてくれて、これでね妻が言ったことがあったんだよね、あの夢から覚めたら、うわ、キンキン言うね、あの夢から覚めたら、これねキンってあれこれ大丈夫かな、おすげえ、っていうことでですね、誠さんがなんか見つけた外で、なんかあった美女うんってね、すごいいい笑顔で OK マークが出てるよ、誰が外、今ね通りすがりの美女、女性ああいいね、ね、元気の源、うん、じゃあ何言ってんのもうさ、ね、あのでもしかしあの井上誰だっけ、友康君が喋る面白いね、なんかね、ああいうラジオ向きだよね、あれね、やっぱね、結構ずっとやってるからね、声を聞くとやっぱタコロの若い頃にちょっとそっくりだね、声がね、喋る声が若い頃に、うん、そうなんだ、似てる、こまこちゃんほらあんまりご縁がないでしょ、うん、全く聞いたことがない、 そうだよね、うん、あの声も似てんだよね若い頃、うん、面白いよね、顔は似てませんよ、うん、顔は似てる、顔似てる人って声似てたりするんだけどね、声似て骨格がね、ああ骨格がね、うん、髪型は似てるけど、ね、昔のデビュー当時のタコロちゃん、ああ似てるよね、ということで、まあまあ、はい、夢から覚めたら行きますか、これあコーラスやる、いい、夢から覚めたらってコーラスあるよ、あ、いい、うん、じゃあいいよ、これで、あ、いいよ誰かの映る
一人待ってた、お前の瞳を濡らすなんて、泣き疲れたら膝枕、素敵な夢でも見てておくれ、お前の顔はちっとも悲しく見えないけれど、夢から覚めたらというちょっといいね、黙ってよ。夢から覚めた感じ覚めましたでしょ。いやいやいや口笛吹けなかった口笛のピッチが悪いと思った口笛がさ吹けないんだ俺なかなか。でも吹けてたし、今あの、うん、今久しぶり吹いたけど吹けなくなっちゃってるんだ俺。あのさ硬くなってんのかな自分や吹いてないけどさ、吹いたよ、吹いたけどピッチが悪いよね。ちょっと吹いて半分ちょっとまあいいんじゃない、やることに。いや口吹けないんだね、俺知らなかった。おうん、おいだからだん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 だだ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 だってこれ口笛でしたかったんだよ。気持ちは伝わった。低すぎてした。気持ちは伝わった。伝わったでしょ。伝わった。雰囲気はね。いややっぱりさ筋肉が衰えるんだね。っていうかね。そうかな。口笛ってね。最初から吹けない人もいる。私と友達吹けない人いたい。本当俺吹けなくなっちゃってる今初めて気がついた俺。でハーモニカとか吹いてれば、うん、ここ常にね、うん、
こう体あの顔のね、うん、あそしたらね俺あんまり知らないでしょ急に言うけど、うん、顔のいや、ね、顔のねトレーニングってね、うん、俺教えてあげようよ、ね、ほんでねあの金かかんないし時間もかかんない、うん、でね、うん、まずね息を吸い、うん、吸ったり吐いたりするじゃん、はい、でね吸い込んでこれラジオだよ吸い込んでそれでベーってすんのよ、はい、下だ思い出してねで目をひ、うん、ひもう目を開く一番開くそうで息を吐きながらはーって吐くじゃん、はい、これ今映像映ってるけどおかしいかもしれないけどこれ目をキョロキョロさせながら舌を目いっぱい出して、うん、で吐き切ってそれで今度吸いながら酸っぱい顔する、はい、梅干し食べたら酸っぱい顔するそれで吸い込むで今度吐きながら元に戻す、うんでそれをね繰り返すの。でまたそうそういいわーってあのベロを出して声は出さないの。いや息出しても声出してもいいよ。その大声出したら大変だけど。声出したら面白いかもしれない。そうそう。って出すでやって目開いてそういうちょっとバカみたいだけど。いやそれをね、うん、で酸っぱい顔して元に戻す。うん、それかなさんのボイストレーニングのあの教室でやるんですか。いやいやそれボイストレーニング教えない誰も。あ教えない。これ誰にも教えない。いやこれしたらね。あのシワで注射とか打ってシワ治す必要なくなるよ。いや女の人注射注射ね注射打ってたりするじゃんよく女の人がまあほとんどの人打ってますね。ね、うん、そういうことにしなくてよくなるから。私ダメ注射怖いからダメ。そうでしょ、うん。だからねそれをねこれお金かかんないからやってごらんなさいよ皆さん。はい、あの絶対いいからいや毎日やればね。うんこれあのやればね顔の表情が出てくるのよ。うん、表情筋でマコさんなんかほらいつもニコニコしてるから、ね、あの顔がそれでこう保てるのね保てるのいやだから固まるじゃん顔の筋肉とか大体、ね、女性とかもそうじゃん、うん、でも笑ったりするのが一番いいんだけどその笑うとシワがいくし、ねうん、だから今のねあのベロ出してで目見開くのと酸っぱい顔と元に戻してそれをこう3種類ね、うん、それをね息を吐きながらで吸いながらでまた吐きながら整える。それを何回もやったらね、うん、やって10セットぐらいしたらね、顔が朝あのむくんでるのも取れるからね、はいはい。そうだね。取れる取れる。うん、全く取れるのよ。あそれねもうここだけの話をしときましょう。皆さんに。ここだけの話ね。ちょっとやってみてくださいよ。本当にもう、ね、あのシワがあのなくなるよ。できないから。うんうん、山田さんがほら見て嘘みたいな顔して見てるよ向こうで。嘘じゃないね。嘘じゃない、うん。やればいいね。ちょっとね、ということでね、やりましたけど、マコさんな行きましょうか。何しょう。アンパンマンマジ行きますか。アンパンマンマジ。違うでしょ。あ違う、ね。違う。どうしようかな。いろいろね今日ね、うん、朝三茶でね清志郎さん歌ってたから。うん三茶で歌ってきたのもう清志郎さんが流れてたのね清志郎さんもいいなと思ったんだけど、うん、どうでしょうこれラブミーテンダーとか清志郎さんのああはいはいはいあのあれねあれね、うん、こんな感じ、うん、いきますか本当は絶景じゃねえ書くなどいらねえべ何言ったんだ寄せよ騙せや死ねべ何言ってんだやめときないくら理屈をこねてもほんの少し考えりゃ俺にもわかるさ放射能はいらねえ牛乳を飲みて夢を覚ましな巧みな言葉で
騙そうとしても急にやったら間違えちゃった失礼しましたこれでも、こうやってね生放送でねやるとね、うん、そういうのあるよね、うん、なんかこうそれがね面白かったりするんだって、うん、聞いてる方はね、それが面白かったりするの聞いてる人たち清志郎さんごめん、うん、間違えちゃった今日もねだらーっとって書いてあるからねそんなだらっとしてますかねこの番組してるね何がだらーっとだらーっとしたのだらっとしてるよねこれ普通だったらね一周で終わっちゃう普通が絶対一周で終わるよこんなだらだらこのだらだら感がこれそうあのねでもねゲストで持ってるよねでもこのゲストが来た時はゲストがいらした時 ね来た時じゃなくてゲストがいらっしゃった時、いらっしゃった時、ゲスト様がいらっしゃった時にはね、でやっぱ気を使ってゲストのね人たちのこうことをこうずっとお話したり歌っていただいたりするんだけどもね、うん、でもねそれがない時はねこうだらっとしてていいんだよ、いいじゃないですかね、うん、こんな感じだもんだって。そんなさ急いでどうするどこ行くのよみたいな、あ急いではないだって、ね、井上智康みたいなばっかり毎日聞いてたらもう忙しくしょうがないじゃないかもうでも本当面白かった、ね、落ち着けよみたいな感じちょっと落ち着けと、ね、そんなに行き急いでどうするどうすんだよみたいないやでも素晴らしいじゃない、うん、素晴らしいそうやってネタに上がるってことは ね、うん、印象がすごい、うん、でもねなんかね俺2回目あったんだけどこの間すごい汗かいて一生懸命来てくれてやってくれて、ね、彼のねなんかね最初ちょっと生意気な男だなとか思ってたわけ。いや何正直な話。いやタクロスさん歌ってるから、ね。うん、いやだでもね彼は人がいいね。うん。ものすごい良さが俺は、うん、昨日この間分かった。うん、すごいいい人間だなとか思う。いや最初から思ってましたよ、いい人だって。あなたのこと怖いとか言ってたじゃん。違う違う、姉さん怖いんですけど。じゃあ誤解されて、私は拓郎ファンだから、拓郎のね、その拓郎って呼び捨てだけど、こういうのよくないんだよね、うん、吉田拓郎さんの大ファンでしたから、うん、私は、うん、あ、だからその歌をね、うん、歌って似てるっていう聞いてたから、うん、ほーと思って、ね、そんな態度で見てたの。あ、そう。そしたら怖いですけど。怖いです。お姉さん、姉さん怖いんです。姉さんちょっと怖いんですけど。姉さん言われて、ね、姉さんと言わないでくれる？じゃあリバーサイドマイホームタウン行きましょうか。お、川が流れてる思い出が流れる庭の花があたりを埋め尽くす、
姿優しい、あの人は今はない、人の心が好きさ、金尾義郎リバーサイドマイホームタウンをお届けしました。これはふるさとのね直方市の歌ですけどもですね、まあ懐かしいといえば懐かしいですけども、松下さん途中から歌わせだったねこれね。あB メロから歌おうとか言ってた ね、 なんかね、なんかこれでもちょっと低くない、低いかもしれないですね、僕の、キーだと、多分、なんか来ましたか。いやちょっとチェックしてますけど、はい、出ないですね今日はね、ないです。ないですか、はい、はい。ということで、金玉お届けしておりますけども、松下さんそろそろなんか行きましょうや、行きましょうやって。いや何にも用意してないです。いやいいですよ、あのひばりさんの歌でもいいじゃないですか。勘弁してください、ね、旦那勘弁してくださいよ。何お何、ね、どうする、何それ、
朝昼行く。あ、この間リクエスト朝昼来てたよ、ね。チャルメラ行く？うん。チャルメラ？あ、もうダメ。あ、いいね。そば屋にする。あ、マジですか。そば屋ですか。これしかないの今日。チャルメラそば屋。そば屋。そば屋。みんなでそば屋行く。そば屋。これそば屋っていうのあれあの。そば屋。これチャルメラそば屋っていうのはね。おそばだよね。おそば。おそば。そうそう。そば屋って言っちゃいそうな感じだよねこれね。おそばでしょこれ。でもこれはあれですか、ひばりさんの歌ですかね。みたいです。私はこれはね、うん、あのえこれ加納さんから教わった歌ですよ。これいや、あ、そう、僕のね知り合いが詳しい人がいて、ひばりさんの大ファンがいて、すごい詳しい、ね、詳しい、すごい、あの北九州出身の人でね、これね。これ 曲はボビー・ノートンっていう人。そうこれね、ボビー・ノートン、ボビー・ノートンさんで、日本語歌詞が奥山さんって方のね、うん、なんでして、そうそう、この歌はだっていつ頃の歌なんでしょうね。これだからひばりさんがまだ10代の頃。10代でしょうね、うん、曲自体は1953年、53年、生まれてないもんね。そうそうそう、ね、ね、3人とも生まれてない、生まれてないよね、うん、これをそのひばりさんがこれ10前だね、歌ってたんだから ね、うん、すごいね。これ皆さんあんまりご存知ない曲かもしれないですね。よくそのね、うん、調べましたよね。やってみますか。やってみますか。皆さんおそばはいかが、おなじみチャルメラ娘、そば屋でござる。おっさんぱいいちご機嫌、ほら危ない千鳥足、はい一丁上がりよ、つるつるつる、毎度ありお待ちど。さて東京浅草上野新橋、ガラガラ流すよ、屋台のチャルメラそば屋でござる。なんだろうな、これ遊んでますよね、おそば。おそば。いや、なんかおそば食いたくなったね。いや、これなんか、これ聞いてると、うん、やっぱ品そばだよね、これって。なんかそんな気がしない。日本そばじゃないんだ。日本そばじゃない感じ？日本そばじゃないよね。チャルメだから。チャルメラだから、品そばの感じがしない。あの豚骨ラーメンじゃないよね。あのね、CD はね、うん、あのチャルメラのほらあるでしょ、ラッパ。ああ、ラッパが入ってるから。ああ、そうなんだ。やっぱりチャルメラや。あなたでもあれ持ってるらしいじゃん。ひばりさんのとこで、あのまあずっとデビュー前に、あのね、スタッフとしてずっと、はい、まあ仕事してたわけですけど。うん、ひばりさんのゴルフボール持ってるね。お宝。こんなこと言わないでね。いや、言わないで。あれはさ、うん、ゴルフボールってね、あのコンペがあったんですよ、いつもね。ひばりさんの中心。なんで手に入れたのって言われたら怖いから言わない。盗んだわけじゃないよ。盗んだわけじゃない。もらったの。事務所の。だってあれひばりさんの直筆の。あのね、トーン記号を自分で書いてるの。そうなんだ。びっくりしちゃった、俺この間見せてもらったんだ。全部ね、印刷してるの、ボールに、うん、ひばりって、うん、M ひばりってね、うん、
それでサインはトーン記号は自分のマックボールペンでこう書いてるわけ。それ1個だけ持ってるんだよね。ねえ、それ売れんじゃないの。またそういうこと。あ、オークション、オークションやりますか。音楽魂オークション始めましょう。みんなでもお宝持ってるでしょ。いや俺何にも持ってない。ない。俺自分ぐらいしかお宝じゃない。あるお宝坊ちゃんって言われてる。頑張って自分で。それ面白いね。お宝坊ちゃん。お宝坊ちゃんって言われて、もう自分以外もうお宝。でもマコさんなんか持ってない。持ってないよ。そうの。で興味ないもんね。お宝、いやだってお宝鑑定だみたいななんじゃん。お宝鑑定。あれ。に出すようなのもないよね。でもね、世界に2台しかいないギターを持ってるよ。すごいじゃんそれ。何それ。もう1台は U2 のギターのやつが持ってる。それどうしたの。2台しか作ってないってこと、うん、すごくない。本当それマコさんのために作ってくれたの、うん、手に入れたんだ。たまたまね。すごいじゃん。そうなんだ。それはあんまり使ってないの今。うん、あんまり使ってないね。本当、うん、それ言ったら、ほら、それすごいね、盗みに入られちゃいけないから厳重にしないと、ね、でも2台しかないってすごいよ、うん、いや、ね、だって俺のとこあれもう泥棒入っても、うん、逆にびっくりして逃げ出すからあまりにもないからさ、泥棒が入ってるけどかわいそうだからなんか置いていったりするのよ。そういうなんかね、なんかさ肉まん置いてあったからこの間知らない人がすごい、すごいね。でもすごくない2台ってすごいね。2台しかない。2台しかないね、すごいね。値段つけられないね、恐ろしくて。うんね、やっぱ大事にしてるんでしょ、それは引かないように。じゃあ見せて今度ね、見たい、うん、ね、うん、それはこれだよって言われても分かんないじゃないきっと、うん、すごいね。でもね、そういう松下さんは他にお宝、うん、お宝ありますか。他のお宝ないかな。いやなんかね、いや昔ね壺とかさもらってたよ。壺、いや、いやそうじゃなくて、うん、昔ね松原美希ちゃんにもらったねイヤリングがあったんですよ、うんうんうん、それはねジュリーにもらったんだって、うん、ジュリーが美希ちゃんにあげたので美希が私にくれたの、うん、それどっか行っちゃったんだよね。マジで。それとかね、うん、なんか第一真央さんが来てた衣装とかね、なんで持ってんの。なんかいや友達にもらったのそれは。だからそんなのあったんだけど、うん、引っ越してるうちにねどっかへ。どんどん私もあまりそういうのをね、うん、なんかこう大事にするタイプじゃないのね。そうでしょ。今もう だいたい俺たちはさそういうことなんかものにさ動じないでしょ。俺たち俺か俺だ。いやでもそれはねジュリーのあのイヤリングはどこ行ったかなと思ってね時々思い出す。ああそう、どこ行ったんだろう。ああそういうのがあったんだ、うん、お宝だったのに。うん、全然そういうのないな。ないでしょ。うん、そう全然ないですよ。なんかちょっと話してて収納する。あ、じゃあ今日私、うん、あの横浜の、はい、あの橋のたもとにあるスモーキーっていう。あ、今日はスモーキーなの。うん、ライブハウスで。わお、本当 いいとこですよ。あのね、あいいよね。スモーキーは大好きの。今日まこさんスモーキーなんだ。スモーキーでソロで今日はやります。そうかスモーキー投げ銭かな。投げ銭だと思います。うん、皆さんぜひスモーキーね、横浜スモーキーの方は海が、あ、海じゃない、川を見ながらね、川リバーサイド、リバーサイドありますね、うん、じゃあ今日リバーサイドでも歌おうかな。歌ってもう一回歌い直し、あの歌い直しかも失礼します失礼の、なんかね本当ね、こうなんかこういう感じになりましたよね。なんかねダラダラとね、うん、スモーキー今日は禁煙。スモーキーはね、うん、一応あの分煙にしてもなかなかね、うん、禁煙にしてくれないところもあるんだよね、うん、スモーキーだもんね。名前スモーキーだもんね。今日はノースモーキーでって、あの他の煙のが全然いいんですけどね。いやいやいや、ない煙っていうのはね、あの蚊取り線香ですよ。蚊が多いからね、川口でね。もうそろそろ蚊取り線香も出さないとね。、ということでですね、俺なんか今日最後にしますか。はい、何これ歌うの。いや、何や、歌わないですよ。びっくりした、これ歌うのかと。チコブルース、あのこれ前ね、あのリクエスト来ててね、あの今日これはやんないの。ソソさんのリクエストに答えましょう。これウォーキングオンストリート次回にやります、ね、あのちゃんとしときます。ちゃんとしときます。ミキさんのね、あのウォーキングオンストリートっていうね、あの入ったんだけど、これチコブルースでいいですか。いいでしょ、いいこれ。うん、これはしてください。いいですよ。ワン、ツー、ピー、ポー。え？
朝のない夜はない、叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて私も手を握る光の先、いつもそう信じてここまで来た。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。金尾志郎筑豊ブルースをお届けいたしました、今日もですねあっという間の1時間でしたけどもね、ちょうどでしたね、いかがでしたか松下としみさんは。いやもう楽しかったです今日は。本当久々楽しかったです。本当何それ毎回楽しいですけどなんか俺ちょっと調子が悪かったのでちょっと治ってきた。なんか歌えばねあの幸せになれるよ ね、 なんかねあのいやいや本当かな本当かないやでも歌ったり笑ったりするっていうことはねやっぱりいいことだからね、ぜひね、はい、お試しいただきたいと思います、はい、来週のゲストはね実はね、タメちゃん、あのあそうそうそうタメちゃん、つかさくん、ね、タメちゃん&つかさですね、はい、うん、久しぶりですけども、はい、楽しみにしています。はい、今週も高島さんありがとうございました。ありがとうございました。松下としみさんありがとうございました。ありがとうございました、動画の聞きさんもありがとうございました、また来週お会いいたしましょう、はい、お相手は金尾由志郎でした。 See you next time。 人の心が好きさ、福地の山に見る季節は巡り
また生まれ変わるさ。日々はお祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。